フェラーリ PF512S モデューロは1970年に発表されたフェラーリのコンセプトカー。デザインはピニンファリーナが担当している。モデューロはイタリア語で宇宙船の個体を意味する、モジュールを意味する。実際のデザインは当時ピニンファリーナにチーフスタイリストとして在籍していたパオロ・マルティンが言った。1970年の3月にジュネーブモーターショーで発表された。 発表時は現在のカラーリングとは逆で黒をメインカラーに塗装されていたが日本万国博覧会での公開までに白を基調としたカラーリングに変更された。同時期にフェラーリのレーシング部門であるスクーデリアフェラーリがカナディアン・アメリカンチャレンジカップに参戦するために制作したフェラーリ612をベースにピニファリーナが手掛けたクーペボディを搭載している。 最大の特徴はルーフがドアとして機能するキャノピースタイルを採用した点。ドアは前方にスライドして開閉するという未来的デザインとなっている。また、ルーフ後方には24個の丸穴が開けられ、この下に5リットル V 型12気筒エンジンを搭載する。全消灯は点灯時に起き上がる構造になっている。 ジュネーブで発表された後には日本に持ち込まれ、万博のイタリア館に展示された。この時、後にピニファリー内裏してデザイナーとなる奥山清行も万博でモデューロを見学したという。1980年代にはパイオニアのカーオーディをカロッツェリアの広告に登場し、実際に走行していたが、エンジンはかかっておらず坂道の下りを利用して撮影されていた。 なお、日本万国博覧会で公開された際の説明には、未来の自動車、ピニファリーナ1970フェラーリ車種 512S となっていたため、当時の自動車使途は 512S と説明されているものがほとんどだったが、実際には、キャンアム用に製作されるはずだった 612P の未完成車種を使用している。現在の情報では、 シャーシナンバー0864の車体番号が確認されている。その後は所有者であるピニファリーナの手に戻され、本社にて長きにわたり展示されてきたが、2014年にオークションにかけられ、アメリカ合衆国の映画監督のジェームズ・グリッケンハウスがこれを購入し自宅に持ち帰った。ありがとうございます。